1番、宮崎陽子さん。はい。皆さん、おはようございます。はじめに、コロナ禍で生まれた差別や偏見、このようなご時世になってから、愛媛の有志の方々により、暮らしやすい町を願って取り組みが始まったプロジェクトがあります。それはストレスリボンプロジェクトです。今私が身につけているバッジがストレスリボンです。ご存知の方も多いと思いますが、改めてご紹介します。愛媛特産の柑橘にちなんで、ストラス色のリボンや専用ロゴを身につけ、ただいま、おかえりと優しく温かな地域づくりを目指す活動が今全国で広まりつつあります。リボンやロゴで表現する3つの輪は、地域と家庭と職場、もしくは学校です。感染者が出た出ないということ自体よりも、感染が確認されたその後に的確な対応ができるかどうかで、その地域のイメージが左右されると言われています。みんなが心から暮らしやすい街を目指して、この度ストラスリボンプロジェクトに賛同されている栃木県さくら市議会議員の福田先生からストラスリボンが届きました。私もこのリボンを身につけて活動したいと思います。そして福田先生が活動されている栃木県からのストラスリボンのメッセージもご紹介します。当たり前と思っていた普段の暮らしを揺さぶっている COVID-19、 今やどこにいても何をしていても、いつだって誰だって感染のリスクはゼロではありません。感染拡大を防ぐためには、さらなる行動変容が必要になると同時に、誰もが少しでも心伸びやかに暮らせるような街の在り方が今こそ問われているかもしれません。ウイルス感染拡大阻止はもちろん大事です。経済対策も大事です。でももう一つ忘れてはならないことは、たとえウイルスに感染してしまっても、誹謗中傷されず差別のない社会であること。お互いが相手を優しい心で受け止められる空気であってこそ、安心安全が守られる街なのだと思います。私たちの暮らしを守るために、日々奮闘しておられる方々への感謝も込めて、ただいま、おかえりって言い合える優しさにあふれる人の輪を、ここ栃木からも。このような活動について八丈町でも理解が深まることを願っています。これは要望となります。ところで、コロナ禍になってから不安と苛立ちを募らせる人々が増えているこのような時だからこそ、政治の真価が問われています。
新型コロナウイルスの影響により八丈町で未来を担う島の子どもたちの活躍も大手を振って応援することもはばかれる現状であることから、保護者の方々より多くの声が寄せられました。その中で東京市町村自治調査会協賛事業、島嶼地域の子どもたちによるフットサル大会アイランドリーグは1994年より毎年恒例となっている大切な行事であり、開催に向けての要望について保護者の方々からご依頼を受けたので、7月14日付、私から正式に要望書を作成し、町長へ提出した経緯がありました。この件について、緊急事態宣言下においても、政府によるガイドラインの制限基準は満たしていたこと、そして東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される場合は、開催すべきというご意見と、子どもたちや保護者の気持ちを最優先すべきというご意見があったにもかかわらず、中止になったことについて、関係者の方々の落胆されている声が大きくなっています。島々の発表会に向けて一生懸命練習を積み重ねて頑張ってきた子どもたち、どうしたらその努力が報われるのでしょうか。ここで質問です。今後何らかの形でやらせてあげたいというお話も伺っております。大変嬉しいお言葉、ありがとうございます。具体的にどのような計画が進んでいるのか、ぜひ町長からの見解をお聞かせください。次に、平成27年度から子ども・子育て支援の新制度が始まり、ベビーシッターが新たに保育園と同じように認可の対象になりました。これにより一般的なベビーシッターとは異なり、居宅訪問型保育事業は保育園と同じように利用できる出張保育園といえる制度ですが、八丈町ではまだ行われていないので、居宅訪問型保育の必要性を住民の方々から寄せられました。その理由としてのご意見ですが、八丈島の基幹産業である観光・飲食業に従事されている保護者の方々は、町立保育園の保育時間外や休日に保育を必要とされています。八丈町で地域型保育事業の居宅訪問型保育事業を導入すれば、こうした職種の方だけでなく、障害・疾患などで個別のケアが必要な場合など、保護者の自宅で1対1での保育を行うことができることから、集団保育が困難である場合についても公的給付の対象になるので、コロナ禍で困っている子育て世代のニーズに対応できるようになります。そして連携施設や保育従事者の確保などが困
困難な離島や僻地に関しては特別措置が設けられていることも大きなポイントです。また保育士不足の中で居宅訪問型保育事業の職員資格は家庭的保育者でも良いとされているので、保育士が不足している八丈町では需要が高い事業だと思います。また保育士配置基準と実際の保育士の数について、保育士配置基準は保育園全体の年齢ごとの子どもの人数と保育士の数から算出されますが、保育士基準を満たしていても一人の保育士が保育方針で定められた人数以上の子どもを保育されていた場合、特に危険が伴う0歳から2歳児について懸念されます。このようなことから、子ども子育て支援新制度を導入することによって課題が解決され、ベビーシッターとして活躍する島の人材育成を図り、新たな雇用が生まれることが期待されます。居宅訪問型保育の柔軟性と多くのメリットを理解し、子育て環境の充実を視野に入れた取り組みが問われています。コロナ移住が注目されている中で、八丈島独自の子育て世代に向けた新たな取り組みを行うことにより、島の魅力発信につながり、島への移住者も増えると思います。少子高齢化対策として重要な課題でもありますので、前向きな八丈町からの見解を問います。次に、八丈町でもデジタル活用の促進に向けた動きが少しずつ広まっている中で、東京都からのデジタル活用協議会でも、スマホやタブレットなどの勉強会実施に向けた提案がありました。しかし対象となる具体案が打ち出されていなかったので、ここは八丈町として地域の現状を理解している見解から深く掘り下げて、今一度考えていただきたいと思います。つまり、誰一人取り残さないデジタル社会に向けての取り組みとして、能力別の指導が求められています。比較的デジタルに精通している若い世代でも、得意不得意は千差万別。八丈島では特に障害を持った方々も多いことから、多様性を重視した上での配慮が必要です。デジタル活用における勉強会の在り方について、町からの答弁を求めます。深澤財政課長。おはようございます。それでは宮崎議員の私からは1番目と3番目について回答させていただきます。まずアイランドリーグの関係について回答をさせていただきます。アイランドリーグにつきましては、7月末の開催に向けて当初町村と協議を進めてまいりました。町としても開催ができるよう大会運営に関わる感染対策などを提案しながら調整をしてまいりましたが、
この7月に入り、都内のコロナ新規感染者が急激に増加したこともあり、7月14日に開催された協議会において、感染リスクを考え、全町村一致により大会の中止が決定されております。この決定は各町村ともに非常に難しい判断だということはですね、ご理解をいただきたいと思っております。その際、代替案の検討するようにとの意見もございまして、検討した結果、オンラインによる島々発表会、フットサル日本代表などによるオンライントークショー、またリフティング大会などを今後計画しているところでございます。続いてですね、デジタル活用に向けた勉強会の方針について回答をさせていただきます。八丈島デジタル活用協議会の実証事業の一つとしまして、デジタルスクール事業が決定をされております。これは IT 技術者育成講座、次に IT リテラシー講座、ビジネスマナー講座など各講座を計画してございます。その中の IT リテラシー講座では、住民がスマホやパソコン、インターネットに慣れ親しむことを目的としてございます。これは週に1回程度地域を巡回して実施をする予定でございます。この講座は無料で誰でも参加できますので、多くの住民の方に利用をしていただきたいと考えております。また、内容についてでございますが、これは意見を聞きながら、調整をできると思ってございます。事業はですね、この9月から実施する予定でございましたが、このコロナ禍ということで、現在調整中となりますので、ご理解をお願いいたします。回答は以上となります。福祉健康課長。はい、そう。はい、おはようございます。では私から一番議員の2つ目のご質問ということで、保育園の新たな事業導入に向けてということについて回答させていただきます。まず八丈町では保育園をはじめとする町の子育て事業につきまして、子ども子育て支援法に基づきまして計画策定委員会を設置しました。平成27年度からの5年間、これを第1期としまして、令和2年度からですね、また5年間を第2期としまして、八丈町の支援計画を策定したところでございます。でこの中でですね、策定する際にはですね、まず保護者を対象としたニーズ調査、こちらも合わせて毎回行っています。そうした中でですね、ご質問の居宅訪問型保育など新たな事業を導入することで雇用が生まれると期待されているとのことですけれども、このニーズ調査では今後定期的な、サービス、何をまずご利用したいか、ご利用していただけるかというところを質問したところ、一番最も割合の高いのはですね、認可の保育所、こちらのサービスを保護者の方々が一番望んでいるというような回答は得られています。でそれを踏まえまして、策定委員会の中でもいろいろ検討してやったところですけど、ご承知の通りですね、慢性的な保育士の不足、こちらありまして、八丈町ではですね、まずはこの課題をどうするか、安定的な運営事業を行うにはどうやって保育士を確保していくか、これをですね、最優先課題というふうに考えてございます。先ほど一番議員から、居宅訪問型保育事業を行うときには、家庭的保育者で構わないということなんですが、一応この家庭的保育者という定義がですね、
まずは保育士であって、各市町村、市町村でですね、行う基礎研修、こちらが21時間と2日間見学の実習、それかもしくは保育士と同等の経験と知識をお持ちの方の場合には、この基礎研修プラス認定研修、これはですね、講習が88時間で、保育園での現場での実習がですね、20日以上という定めもございますので、なかなかお時間がかかっているというところでございます。なので町としましては、まずは最優先課題を解決することといたしまして、今後もですね、ニーズ調査と十分に行って、安定的な保育園の事業運営に関わっていきたいと考えています。よろしくお願いします。はい、1番。はい、1番目の質問についてですが、コミュニケーションを通信技術で円滑にする ICT 活用は、八丈島の民間からもさまざまな形で取り組みが進んでいます。今回このアイランドリーグ代替コンテンツも ICT の取り組みとして教育現場で生かしていただけることを大変嬉しく思います。継続することの大切さについて求められていること、それが持続可能な目標 SDGs です。今までコツコツと頑張って続けてきた多くの取り組みを、コロナ禍でも実践できる新たな手段としてICT を活用することにより、島の歴史が SDGs として世間から高く評価され、広く知見を深めるチャンスです。土の時代から風の時代に移行している中で、人に優しいデジタルの有効活用が問われています。質問や要望のやり取りだけでなく、現在では官民共創という官と民が共に作るまちづくりを目指して、人任せでなく自らができることを一緒に気づくことが大切です。私もリモート会議などに積極的に参加しながら、島に還元できる取り組みを試行錯誤しています。ここで町長へ再質問です。本来予定していたアイランドリーグキャンセル料について教えてください。またオンラインで開催する前に、参加される子どもたちや保護者の方々にも喜んでいただけるように、あらかじめ情報共有を行い、ご意見を伺うことが成功につながると思いますが、いかがでしょうか。そしてぜひ町長から島の子どもたちへ温かい励ましのメッセージをお願いいたします。町長。はい、それでは一番にアイランドリーグに関して、まあ、このアイランドリーグはですね、本来であれば、まあ、昨年も三宅島で開催される予定だったんですけれども、こういうコロナの状況の中でですね、まあ、放射の事務局の方をですね、都内で開いた方がその感染リスクが少ないだろうという部分もありまして、また島へコロナを持ち込む可能性が高いということで、私はアイランドリーグは本来であれば島で開催するのが原則だということで、
都内開催は一番反対してたわけですけど、まあ、そういう中での開催でですね、これまあ最初はやるという方向で進んでたわけですけれども、その内容につきましてですね、国基準とかそういう部分は守られてるんですけれども、私一人が反対したような会議の内容を島の子どもたちが受け取ったのかなという部分はありますけれども、保護者の応援とかですね、そういう部分の報道批判といいますか、そういう部分が不足してたんで、私はいろんな意見を言ってですね、そういう経過があって、反対という意見に受け取られたかなと、島の保護者がです、ね、そういう感じがしております。まあ、そういう中で、もともとはこの緊急事態宣言の中での開催というのは、まあ、行わないような方針がありました。そういう中で、まあ、まん延防止対策の部分でしたので、前向きに都内開催に進んでたわけです、ね。まあ、そういう中でですね、まあ、全町村、先ほど薬剤生活長も言いましたけど、厳しい判断でした、この中止というのをですね、子どもたちの気持ちを考えて、他の学校行事はですね、兄さん、お姉さんは都内行っていろんな部活いろんな、大会に出席しているのに、小学生の子どもは都内で参加できないという思いはすごく感じておりまして、最終決定の際にですね、どうにか、島独自でもできる、対応をということで事務局にお願いしてですね、このような、まあ、島々発表会とかそういう部分が、こう検討されてきたわけですけれども、確かに開催のもう1ヶ月も切った中で、半月もなかった中で、新高校舎の、予算、確か800万ぐらい切ってましたけど、まあ、最終的な金額はまだ、聞いておりませんけど、それぐらいのキャンセル料が出たと聞いておりますので、まあ、子どもたちの一番の思いは、プレーがしたいと、それですので、なかなかその思いは今の現状からして、私はこの7月24日ですか、7月の開催は結果的にやらなくてよかったかなと思っております。ただ子どもたちの思いを考えてですね、できる限りの、本来による、開催にこぎつけています。ぜひこの辺はご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。